舞い上がって地面に足がつかないほど喜んでもいいのに、そこまでじゃないような、なんとも不思議な感覚。え、そこまでじゃないだと？もうこの街に来て早々にナンパした相手となんやかんやって付き合ったんだぞ。ヒャッハーだろそれ。実感がないとか。あー、現実味がなさすぎてね確かにね、ゆずきが主人公に対して釣り合わないとかなんとか言ってたけど、むしろ一般的な考え方からしたら主人公側がゆずきに釣り合わないと思うのが自然というかね。セイラとかカナほどじゃないけど高根の花みたいなところだから、その人と童貞が付き合うって何その状況ってなるよね。それはあり得る。何せ想像上ではない彼女ができたのって初めてだからな想像上の彼女いっぱい作ってきたんかお前は。よし、いつまでもダラダラせずにシャキッといきますか。おはようございます。来たでござるよ、噂のプリンスが。おい、もう噂で回ってんのか。これはあれかな、ゆずきが真っ先にミチにリークしてミチが周りにばらまいた感じか。うわ、プリンスって。今日からそれが立脇氏の新しいニックネームでござる。あ、プリンス。え、かっこいい響きやん37の何億倍もかっこいいな。何があった？37からプリンスって何の関連性もないんだけど、37からもじってねえだろどうせうちとしてはおめえを助けてやりたい気は山々なんだけどさ。なんでミチがこんなノリノリじゃないんだお前じゃないのか発信源は。なんつうか無理つうか、うん、自分で何とかしてくれ。あのミチがお手上げだと？何が起きた？何の話か全然わかんねえ。俺が首をかしげているといつの間にか男子たちが俺の周りを囲んでいた。あー、そういうことかおいおい、童貞どもよ、行動したもん勝ちなんだよ、アピールしたもん勝ちなんだよ。この世はいつまでも遠巻きで見てたらチャンスなんて逃げていくんだぞ。お前水族館に行ったか？なんか遠回しなやつ来ためちゃくちゃ遠回しに来たな。いきなりゆずきと付き合ったって聞くんじゃないんだね。言ったけどそれがなんだ。うわ、なんだなんだ。いきなり俺の周りが戦場のアビ教官みたいな有様に様変わりしてしまったぞ戦場のアビ教官だぞなんかめちゃくちゃ拍手というか歓声が湧き上がった気がするんだけど、アビ教官っつーとどっちかっていうと負のオーラ満載って感じじゃない。いや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 、ゆずきちゃんとデートだと？休日屋外デートだと？やっぱりそうだったのか。チキショウチキショウ。俺はあれだな、遠回しに聞いてきたとかじゃなくて、普通に付き合ったとかの事実は全くもって知られていなくて、ただデートに行っていたというところだけ目撃されたという感じか。まあ落ち着けと言いたいところだが、今日ばかりはお前の味方だぜ。駒形さんはそんなことしない清純かつ純潔なマドンナだと信じてたのに。誰そのマドンナめちゃくちゃドエロいぞあいつもうむっつりもむっつりだよ、カタツムリだよ。これが人間のやることかよ。人の男に生まれてこんな思いをするくらいならいっそもの言わぬ草や木に生まれたかった。これがゲームだったら俺もう DVD を追ってメーカーに送り返してるよ。駒形さんが他の男とデートしてるバグがありますって言ってゆずき登場してんのかそのゲーム。大丈夫だ、お前がプレイしてもどうせモブの立場だから主人公としてプレイできる日はないから安心しろ証拠はいろいろ上がっているでござる。ここでみっともない嘘をついて逃げなかった立脇氏の潔さは褒めてやってもいいなりよ。なんでお前そっち側なお前だけは親友枠として味方でいてくれよ。てわ、なんでこんな画像をいつまに撮られてるんだ。携帯カメラの世の中恐るべし。あ、やっぱ目撃情報が多々出現って感じなんだね。いや、もう付き合った後だから言えるけど、デート行ったぐらいでこんな騒ぎになっちゃったら、もう本当にカップルになりましたっていう情報出た時主人公殺されるんじゃないか大丈夫かなこいつ、命足りるかな。残機1しかないだろうけど。水乗りが見せてくれたスマホの画面には昨日の俺と駒形の様子が映し出されていた。街中を並んで歩いてるだけだが、どう見てもカップルのようにしか見えない。あ、街中を撮られたわけね水族館同じ日に行くやついるんかと思ったけど、街中か。そりゃいろんなところ行ったもんな。そういえば、いや正確にはこの時点では告白してないのでカップルじゃないんだけど、それを言ってもせんなきことだし。そんでさ、結局立脇氏と駒形さんの関係ってどうなの。あ、ちょっと気になるね。うわ、怖いなこれ言えない。ゆずきと教団の前で手をつなぎながら宣言したい。じゃないと主人公一人がターゲットになってしまう。どうとは？ここで調べくれちゃってね。あれかな、主人公も危機管理能力が秀でてるから、これはっきり言ったら殺されるなっていう未来が見えるのかな。お前とゆずきちゃんの関係は何なんだ。もうちょっと揃えてもうちょっとテンポ揃えて。じゃじゃじゃーん、私駒形ゆずきはこの度晴れてバッキーとお付き合いすることになりました。じゃじゃじゃーんいや、いいタイミングで入ってきてくれたね。ゆずきのことだからなんか恥ずかしがりながらちょっと隠すのかなと思ったけど、大々的に宣言したね。これ宣言したのゆずき側だから主人公悪くないよね。みんな私とバッキーのことを応援してねめちゃくちゃうざいなこいつヒリアたち煽ってるとしか思えないな。駒形の宣言の威力は俺以外の男子を全員投げ倒す威力があった。え、デブもいや、男子に含まれてないかあいつは
男と女とデブがいいのか、この世の性別には。爆心地で今も立っているのはニコニコ顔の駒形とちょっと困り顔の俺だけだ。ゆずきちゃんがゆずお前いつまでもプラトニックだからいけないんだよ。男子生徒 A っていう肩書きから捨てろ。チャンネル登録